本当にね、実際にあのナロー刑事を見たことがない人が多分見たら絶対びっくりしますからね。なんだこのちっちゃいのはって。チンチクリンですからね。さあ、ちなみにね、チンチクリン道をね、感じるって言ったらね、北西線とね、あれで、ね、実はそのシートがね、四日市アスナルテトラ全部ね、クロスシートになってるんで、1対1なんでね、あたかもグランクラスかのようなね、次のバスみたいな感じですけど、普通のバスよりも横幅ないですからね、っていう感じですけど、こっちはね、ロングシートなんで、ロングシートに座った時の向かい側とのね、席の近さがね、それはもう近いですから、それに多分驚くと思いますよ。お、山駅前が行きましたね。ちょうど15時です。17時、5時ですよ。あ、でも山の方だいぶ降ってるね。あれはもう直接イオンモールに暮らすですね。まあ夕飯食ってなかったらイオンモールでグッと食ってもいいんだけど、いや、でもそれだったらカッパズ寿司の方がいいですよね。いやー、山おろしだから寒いんだよ。まだね、薄着で来るところではないんだよね。北西方面っていうのは。北西、特にこっちの方はね。天気は晴れやすい。雪雲が、こっちの方面から雪雲が来るんですよね。で、三重県の特徴なんですけど、よく晴れの国って呼ばれるゆえんでもありますけど、雪雲って比較的標高が低いと。で、その標高が低いと、この鈴鹿山脈という、まあ、見渡す限りね、ずーっとこれ山でね、防波堤みたいになってるわけなんですよ。北の端までね。うん。そうするとね、どうなるかっていうと、その低い雲が、この山に全部ぶち上がっていくと。そうするとこの山の向こう側でね、すっごい雪が降ると、で一部のその乗り越えてきた猛者だけがこの、空にやってくると。で高いところの雲はね関係なくね来るんですよ。高いところの雲そもそも雪雲じゃねえことが多いので、それほど、天候には影響がない、結果的に晴れやすいと、いうことですね。雲止めちゃうんでね、特に雨雲、ありがたい構造なんです。三重県はそういう意味ではありがたい構造です。でここに雪やね雨が溜まるんで、それがね川の水にはなるんでね、水不足にはなりにくいというね、まあまあ結構石とこどりな地形ではあるんですよね。まあ滋賀の方は冬で、もう今多分大雪でしょうけど、なんか雪降っていたり、山のことがすごいですね。ただ一回越えてくると大変ですからね。大変でもね、意外と今度、四日市方面っていうのは今度次もう海に出ちゃうんで、ぶち当たるところがないですよね。唯一この先にそのいなべ市のところだけは、その先に養老山脈っていうのがぶち当たってくるんで、越えたやつがそこでぶち当たって、かなり一気に雪を降らすんで、いなべ市だけなんかやたら雪が積もっとるっていうことがあるっていうのはね、そういう構造なのかな。今適当に言ってみた。多分そういうことじゃねえって。特に別に気象学とか詳しくないんで、多分そういうことだろうと、いう情報だけで言ってますのでね、嘘をげた紛らわしいのね、テロップ入れときましょうね。これでも問題なし。よし。さあ、ちょっと10分くらいあるし、もうちょっと中で待っとかな。ちなみにこれ、撮った。四日行った時ね、歌うと下手に綺麗なんだよな。北西線のやつも売ってますし。先頭にてはこういうね、街の規模の割にでかい工場がドカッドカッとあるんで、
意外と財政はいいと。こんな感じなんですね。1週間1000円。こんなに高くないね。全壁張り跡。28日ね。ああ、なるほどね。こんな感じだとですね、豪華です。稲部神社のね、あ、これもね対象ですからね。あ、そうか、この駅は違うんだ。蘇原駅か、確か。ソファだとあげきか。こっちも無料駐車場なんか、そういや。こっちの方が便利だよな。駅舎的には。あ、でもこっちは人気でしょうからね。さあ、もう言うとるうちに来るはずだ。まあこのバスはね、そんな多分混むバスではないと思うんだけど、まあ、ああ、でもそもそもあのこの急行線は桐蔭駅始発なんで、そもそも大丈夫か。ちなみにバスの乗り場、あ、作詞乗り場もあるんですよね。ここは何、近鉄か、近宅ですね。なるほどね。中にまっすぐよかったな。思ったよりさ、冷えてきた。よし。これでいいんだよな。あの駅からネオポリスに行って、ネオポリスから行って、エクストリームのやり方もあるって味なのか。いや、めんどくせえけど。ちょっとあのから、走んだね。あそこ、あのかサンシパークに行くのもあるんだ。サンシパークいいですね。我々はやはり金製ですけどね。もちろん。よし。なんて言ってたら来ねえかな。山おろしの風が、そう、雲はね、遮るんだけどね、あの、山おろしの風ってのはね、あの、高い山々からね、一気にあの、風の勢いがね、下ってくるんでね、まあまあ寒いんだね。風自体は冷たい。来た。これかな。これが変わるのかな。あ、違う。これは、それ山口か。別のバスが来るのかな。そっか。三木バスのバス停の兼ね合いで。なかなかエクストリームな飛び方になるんですね。まあ、小回りは効きますもんね。あれ？これって、あれ？いや、だけどあのね、東京都はね、コミュニティバスなんですけど、あの、よくあるのが、あ、来た。あの、コミュニティバスって土日はね、運行しないってことが多いんですよ。稲部市とかそうなんですけど。東京都はね、ちゃんと土日も運行するし、言うて、これだけ頻度があるんでね。あー、よかった、これだ。じゃあ、着きましょう。前払いだし。